お疲れ様です。ラットです。よいしょ。はい、どうも、テオです。よいしょ。はい、というわけでね、アップデート後、いろいろ皆さん悩んでいると思います。シーズン4。開幕パチ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 というわけで、まあね、いろんなカードが弱体化され、強化され、今ね、はい、新しい環境になっちゃって、皆さんデッキがないんじゃないんでしょうか。何を使えばいいんだろうと思っているところ。もう、得意デッキにしか頼れなくなってます、今。天候だとジャイしかないんですけど、もともとね。いや、バルーンがあります。まあそこはね、何でもいいんですけども、ね、新しいね環境デッキ教えちゃいますっていうわけで、はい、もうね、環境最強今これです。はい、どうぞ。はい、これ間違ってない、デッキスロット。あれ、これ絶対間違ってない。間違って間違ってない。これ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 、売ってるだけはないでしょ。これこれ、これな、これこれ、可愛いデッキ、可愛いな、これ。これが今ね、12勝、グラチャル12勝を今多発、もう連発、もうこれが結構今増えてます。うん、まあ、他の方もあるんですけど、今日はね、こちらをもう僕がお勧めしたいと思ってます。なるほど。まあ、2.4、超高回転の、まあ、ウォールブレイカーですね。来ましたね。アップデートで情報されて、もう3コスから2コスにね、可愛くなっちゃったよ、またこいつも。ね。まあ、2コスに、まあコスト下がる気は大体やばいっていうね。ルーティーンがあります。ぶっ壊れ説がありますね。で、まあ言ったらなんかね、その2コスのスペルで処理されちゃう、言ったらね、完封されちゃうんですけど、それはそれで、その吹き矢とか小物、コウモリが、小物がね、生きてくるっていうイメージですね。なんで、まあ言ったら、2コスのスペル枯渇みたいな、なるほどね、イメージを持ってもらえればいいんじゃないでしょうかね。というわけで、そう、でも、ディガープラスウォールブレイカーだと、その雪玉とか打っただけだとウォールブレイカーが処理されないんで、うん、もうたまにドゥーンって800入っちゃいますね。ドゥーンってドゥーンって800入っちゃいますね。まあ、範囲持ってる時に出しちゃうとそれはちょっとそうですね。でもなんか運がいいと、うん、そのディガープラスウォールブレイカーしたらディガーがねタワー殴るんで、バルキリーもちょっと後ろに下がって、ウォールブレイカーもドゥドゥンっていって、バルキリーが範囲に巻き込まれて死んじゃう、死にはしないけど、うん、なんかね、よくあるのがメガゴで処理しようとしてメガゴが消える。そう、メガゴはね、ウォールブレイカーの爆破で処理されちゃうっていうのがね、ありますね。あるあるね、あるあるね、あるある。短期に2コスに、はい、ん、どうした、うーん、よいしょ。あー、これもうね、始まった開幕にウォールブレイカーすると最強です。マジで基本寝てます。ちょっと遅かったですね。あ、でもこれエレキこう出されても一発入るってやばくないですか。やば、これで400、しかもエレキが勝手に死んでくれるっていう、やば、やばいんですよ。だからこいつ相手もびっくりして笑っちゃってるもん。トップピープル、トップピープル、あーっていうことはうまいということですね。まあ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 、これね、これもうマジでウォールブレイカーこう適当に流すだけでいいんですよ。まあこれに本当はディガーとかね、バルキリー咲いた、ディガーとかあるともっといいかもしれないんですけど、これちょっとアイゴレ2周ね。早い早い、ミラーですか。してないんですけど、ミラーレベル足りてないよみたいな。確かにね、これね、これだけでも相手は対応しないといけないんで、ここにウッドとかね、もし使ったらまたウォールブレイカー単体でもいけるっていうのはね、ありますね。うん、まあ、吹き矢とウォールブレイカーの相性は良さそうだね、うん、どこか。そう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 、めっちゃくちゃいい。なんで今後多分増えるんじゃないかなと思いますね。なんで、うん、ちょっと8枚吹き矢でもして、暇してからの、また今度はね、ウォールブレイカー単発でもいいんですけど、なんかね、防衛されるなと思ったら、このウォールブレイカープラスのディガ、あえて寝ちゃったっすかね、試合中に。寝落ちだね。寝落ちですね。でもちょっともうね、ちゃちゃーっといきますね。ちゃちゃーっと、もうちゃちゃーっとね。これ巻きで、巻きでね、この辺はね、適当にスキップしちゃってもいいんですし、点ごとの雑談を聞いてもいいんでね。これ、企画潰しじゃない、この相手。困るね。マジで。だって、俺、落とせないんだよ、すぐ。こまごまと与える。ね。デッキで落ちるなんてことある、うん、もう諦めるって。あ、でも言ったらこっからも強いですけどね、この小物がね、やっぱいっぱいこう回るんで、このセパだからだぞ、よいしょ。あ、そうで、ウォールブレイカーが多分なんですけどセパレートできなくなった。マジ、そう、マジなんです。タワー裏に出した時になんかどっち側に出すとかってもう変わるのか分かんないんですけど、あ、さっき出した時になんかセパされないし、端前にこうポンって端前のなんかセパね、試合したいなと思ってこの真ん中に出しても、うん、なんかどっちかにこうピューっていっちゃうんですよ、どっちかに、セパ しないんですよこいつ。前はできたよね確か、うん、マジでテンゴットとてか、まあコタとみかんさんくらいずっとひっついてる感じ。相手もウォールブレイカーよいしょ。でウォールブレイカーに対してまあこのボムタワーもね結構優秀になってきますね、うんうんうん、よいしょ。おー、ギャング、あ、なんかね、そう、枯渇要素はやっぱ
になんか入る感じになったんで、まあね、こういうねギャングとかディガーなんだろう、ギャングとかそういうのに、ね、入ってきますね。プリンセスとかバレルとかにも、ね、入ってきますね。枯渇ウォールブレイカーもあると思います。今回はあうぃーテンゴッドじゃなくてコタとミカンさん喧嘩しちゃった今喧嘩しちゃった、マジ裏切った最後どっちかがねどっちかがね最後裏切りましたね。マジ裏切られるのは大体コタだからミカンさんが裏切り者とか言ってる、これねあの緊急避難の高めね高めね多分これはギャングかな。ああ吹きよ同じようなデッキですね。ああこれね辛いんですよね、一発受けたくないんだ。アイゴルかな、うん、あ下手下手とか言わないで、これ多分ギャングなんで、これあオッケーオッケー、これ多分入ると思うんですけどね。オッケーオッケー、これ来てほら、うわうい、あこれね言いたかったこと、これねこれ穴掘りウォールブレイカーの強み、穴掘りがあるだけで800ですかねプラス、うん、えぐいですよ。しかも2コスなんで、なんかそんなねその自分のそう自分のコストがピンチになることがないっていう。でここでまたねあの強いのがウォールブレイカー、ウォールブレイカー、あこれなんだっけ、ボムタワーか、名前忘れちゃうわ。嘘でしょいや違う、いかにもボムタワーやんだっていやあのウォールブレイカーとボムタワー2個あると、うん、どっちがどっちか分かんなくなっちゃうっていうね。でまたディガーウォールブレイカーすると、まあ、ギャングが言ったらあるかな、なんかいっぱいありそうなんでちょっとむずいんですけどね。はい、やりますね。クッとでも先つつ行っちゃいますか。からまあディガー削りっていうね意味も含めてね、確かに対応しきれないよね、うん、普通に。でこの吹き矢とかも、刺さります。あはディガーをね美味しいですね。これまたね、でもこれアイゴで正直つける意味ないんですけど、カード周りがこうなっちゃってるんでね、たまたまこうなってます。でこれだけで相手もう守れないってねなっちゃいますね。こうそう、これあの端前にボムタワー置いて、これボムタワーがうわあのおしゃれ優秀、溶けた後の爆破で、ね、処理もできるんですけど、よいしょ、あー吹き矢がいい、しかも回転早いんでね、もうここでねこのディガーウォールブレイカーできるよねっていう、真ん中以外とかもしちゃってね、ね、そうそういうのもありだよね。でこれで一発400、はい、あー重い、えぐいですね400、だってロケットとか432とかだから ね、 ね、あここのこの爆破でアウトロガールを処理するっていう、このおしゃんすぎ、実はねボムタワーあの置き爆弾機能の処理された後にね爆弾を置いて去っていくっていうこの外役ね、うん、いやーマジでこれ見た感じだってやばいっしょ、うん、ちょっとよくわかんない、えよくわかんないいやでもめっちゃ回転早いし、なんか両サイドに振れるんで、うん、なんか重量級今後使う人は結構困るんじゃないかなと思います。なんかウォールブレイカー来た時にその結構ゴレとかだったら、うん、ラクネベビーメガゴランバーとかじゃないですか、うんうんうん、なんか何出してもアド取られちゃうっていう、まあ確かに、でゴレ出した瞬間に逆サイクルし、2コス給油してゴレ出してもね、そう2コスを無視しただけで800ですよ、やばくないですか、やばい、やばい、ハイスピードもそんな入んない、うん、もうしょぼいしょぼいしょぼい全然、だから結構ね変わってくるんじゃないですかねっていう、今後大型使う人が大変そうっていう、そうね、トリトンが地味に残ってたりしたら、ね、そうトリトンね加砲されましたね、加砲されてゴブリンが倒せなくなったから、うん、やっぱ枯渇要素が結局ゴブリンが強くなるんで、うん、そうだね、ゴブリンね、相手ちょっとウォールブレイカープラスやっぱディガーをねしていきたいですね、うん、ちょっと待ちつつ、相手のクランネがすごいな、あはめし漆黒の翼をなんて書いてる、さすが携わるみたいな字だよね、でもある、うん、携えしって読むの、いやわかんねえ、漆黒の翼みたいな、ちょっと中に入っちゃうわ、ちょっと、うん、OK、 ここはコウモリとかっていうかあれですね、ベビドラ系がちょっとねこのデッキが苦しくなりますね。この新マップさ、相手の雲の隙にならない、うん、左上と右上の、え全くマジちょっと気に、うん、気になっちゃうんだけど、あーそういうタイプね、そういうタイプ、やっぱ新しいステージが慣れないっていう、うん、あーなるほどね、これ見てこれベビがねちょっとダメージ受ける、ほらやばくない、これだけじゃない、ちょっとどころじゃない、被害です8割が出てやばいっすね、せめて僕800ダメージ与えてベビーのダメージ減らす2コスで、やばベビーウォールブレーカーで処理したみたいになっちゃった、うん、ねえマジやばいっすね、こう始め吹き矢してユニット探してコウモリできてカウンターのディガーみたいな、うん、あのプランがこれ、ここでもうこれでね、ああでもこれ見て、おこれで壊せる、
いやー、施設オーブンとか、そう、これポイズンないんで、じゃあオーブンきついじゃん、壊せばいいんです。何で？ん？ウォールブレイカーで、よいしょ。はい、端目吹き合いして、もう一個同じですね、コーブでいけて言ったらね、あーもうこれも強い。で今回縦線で防衛されるターンだと思うんで、裏に飛ばしつつ、今度こっちにウォールブレイカーですね。これを相手はどう防衛する？ここ一発、ういえ、えぐ、やっぱり止まりそうで止まってないっていう、なんかね、過剰に防衛しちゃいそうなのが怖いですね。うん、よいしょ、引き出してからの逆サイをね、しっかり攻めていくね。いやこれはむずいよ、いい防衛、やばい。まあ、でもここは左側攻められてるんで、軽く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 ゲーミングですね。どういうこと？どういうこと？え？別に1時間ぐらい聞いていい？もう1時間ぐらいめんどくさこいつって、マジで今思われてるよ、天狗と。マジ、あ、これウォールブレーカーってかあれっすね、やばいか、待って、ここね、緊急避難、あ、ロイジャーの HP がめっちゃ残ってる、やばいやばい、待って、ババ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 バ、よいしょ、ここライトニング打たないで、うん、 OK、 耐えた、おお、彼のウォールブレイカー、エレキやめて、エレキやめて、一発どういったこと言う、ドン、おお、今多分あれオーブン殴ったのか、いやなんか、いや多分オーブンとバカ一緒に巻き込んだって感じね、やば、緊急で施設あんなとこに置いたら、あんなとこに行ったらもう無駄、4クス無駄、施設分無駄になるっていう、えぐー、まあ、間に合ったと思ったら間に合ってないんだ、ね、あれ今何戦した？今 3?2 かな、ラスト1いっちゃう、4-1からだったから3してるわ、3した、した、あ、早っ、したけど1個時短したから、あ、そうか、1個時短したから、まあもう1戦ちゃうよみたいな、ぐらいかな、いや、やばっ、ああいうことがありますね、いや、ああいうテンプレにもワンチャン勝てちゃうってやつか、ね、事故が結構怖いですね、マジで、その使ってるからまあ今いいけど、こう使われると、いざ使われるとめっちゃだるそうっていう、リーグの本番とかでね、ちょっと緊張してる時に初手ウォールブレイカーね、ちょ、やばい、でビビドラとか焦って出して、うわっ、800受けてビビも死んで、もうあの周りのあーっていうチームメイトのあのあーっていうあの表情ね、もう地獄だよね、地獄、ウォールブレイカーに人生全て壊されて、よし、今後ね、ありますかね、次の試合からウォールブレイカー使えるよね、普通に使えるわ、いや、これからね、あのみんなのね表情を見るのもちょっと面白くなってきますね、ウォールブレイカー入った瞬間の顔をスクショ撮られるかもしれない、ね、いや、マジで一発400はね、さすがに重いっすね、ウォールブレイカー被爆臭みたいなみんなのこの辛そうな表情集まったやつがね、結構ね、使いやすい、そう、2コスなんでね、なんかミスっちゃっても、まあ2個するなら、あのベビドラにコウモリ出して一瞬で処理されちゃったぐらいの感覚ですね、言ったら、あ、なるほど、うん、なるほどそんな感じ、たとえ下手かよって思ったんだろう、どうせ、わかりやすいな、なるほどね、わかりやすいな、いや、ウォールブレイカーでも他のデッキに合うのって正直、あの高回転のリガー削りしか思いつかないんですよね、言ったら、うん、なんかね、インフェでしっかり守ってディガープラスウォールブレイカーで削るとか、やっぱディガープラスのウォールブレイカーデッキと他のはちょっとね、ジャイには合いますか、ジャイ使いの天狗とさん、いや、ちょっと邪魔っすね、あれかわいそう、ニコスだよ、でもジャイって基本的にその足速いやつとあんま形作りって感じか、あんま組み合わせできないんでね、あ、速いのと、そう、吹き矢とかも合わせにくいんですよ、ジャイ、あ、先に行っちゃうのね、そう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 、うわ、私なんかジャイに詰まって範囲でやられちゃうっていう、おー、それはまた、それはまたむずい、うわ、スケラ、さあここは防衛が光りますよ、ラット選手、さあ、いい防衛見せていく、おお、からのこれにディガーをつなげつつ逆サイにウォールブレイカーを
ああ、そうです。これね、右側にでも左側にもニコスの層を裂かないといけないので、これ裂いた瞬間にウォールブレイクが防衛で、やばいやばいやばい、うわこれもチームメイト、うわーってもう今チームメイトもううわーっていうか、もうね逆にコタが今もしプレイしてたら、コタのうわやっちまったってあの顔も想像しやすい、想像しやすい、安易です、安易ね、やばくないですか。でも今だって僕は相手が攻めてきたから守ってカウンターしただけなんですよ。ウォールブレイクは逆サイ飛ばしてみたいなね、うん、だからコウモリがつらい、そうコウモリつらいし、吹き矢もね今タルタと残るんだよね。そうそうそう、これアイゴレで受けて、よいしょ、落ち着いてね、いけばね、多分で、もう一回多分ここに飛ばすとダックプリがここに来るんですよね、うん、オーブンを壊そうとしてダックプリが読まれてたんで、で、まだダックプリがあるんで、一回ね、あの、ウォールブレイカーは休憩でいきます。あ、これ裂いた。これ裂いたんで、ウォールブレイカー飛ばします。あ、でもオーブンいっちゃうかな。あ、そう、これ、なんか、寄っちゃうっていう。出た。出た。な、工場感覚で。やっちゃうと、あっちに行っちゃうってやつです。なんで皆さん、それぜひね、気をつけてください。いていていてやめろ、やっぱで、これがやっぱね、これにリガーからのこういうことですね、まあ、オーブンかな、多分オーブンがポイって出てくると思うんだけど、はい、でもこれだけでオーブン壊せました。2個2ヤードありがとうっていうね。いや、しかもこの間にリガーがにゃぐにゃぐってるにゃぐってるって、やっぱコタと毎日一緒にいると映っちゃうっすよねコタのせい、なんでもいや、そういうわけじゃないけど、これでさ、見て、後ろに下げて、あ、これね、もう、もう、むし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 、あ、被害が、被害が、しかもこれ、ボムタワーあるんで、これ、なんでも守りますね、言ったら。スケラニアの吹き矢、スケラニア、そう、スケラニア吹き矢使う、はい、はい、で、これね、こっちにオールブレイカー咲きつつ、逆サイにもディガー飛ばして、これもう大変なんですけど、1コス2コスなんで、正直こう適当にね、こう出していくだけで、あのほぼ完封からの、しかもちょっと上手く見えるっていうのが、それね、上手く見えるんじゃなくて、僕が上手いんですけどね。こう書いてあるある、上手く見える。それね、マジで僕、あのババコヤとかよく使ってたんですけど、何が上手いのか分かんないっていう、このね、周りから見てね、辛いですよね。見えるだけなんで。ね、なんで勝ってんのってなっちゃうんですからね。まあでもこれね、使えるようになればっていうか、もう使うだけで、ちょっと細かいね、ユニットやっぱ出したりするんで、そういう細かい、なんだろうね、そういう PS、ユニット出す位置とか、そういうのがちょっとずつ上手になると思うんでね、PS 上げるっていうのにも、すごいいいんじゃないかなと思いますね。しかも環境で強い。枯渇意識もできるしね。ね、もう来ちゃったよね、時代が。もうね、グラチャリ行くとこればっかですよ。気をつけてください。はい、というわけでね。はい。ウォールブレイカー、まあネクロとかもちょっと増えてきてるかな、情報されて。だね。うん、まあ性能もめっちゃ上がってるんでね。なんか違うキャラやね、本当に。うん、そう。なんかテンゴット君になんかマスケートウィザードみたいなのが言ってたよね。ああ、そう。なんかシャ。攻撃が。攻撃。マスケ以上。そう、攻撃力がマスケ以上。そう。で、攻撃速度がウィザードと同じです。わかりにくい。なんで最初わかりやすいって言ったらお前。人が変わったかお前みたいなね、はい、らしいんでね、ぜひね、また今後もその辺のね、カードの使い方も出していければいいかなと思います。というわけで、概要欄に天国チャンネル貼っておきます。ぜひ皆さんこちらも使ってみてください。そしてね、動画もぜひ見てみてください。ということで、ご視聴